マナーキーは東日本高速道路が2010年から始めたマナー工場キャンペーンハートフルハイウェイのキャラクターみんなに高速道路のマナーを知ってもらうために生まれたマナティに似た不思議な生き物のオスと設定されているいわゆるゆるキャラの一つである退職は水色ウェブ上にあるクイズゲームなどのセリフでは語尾にモキュとつくことがあるネクスコ 東日本管内の高速道路のサービスエリア、パーキングエリアに掲出されるポスター、新聞広告、月刊小冊子、ハイウェイ、ウォーカーなどに登場するほか、着ぐるみが各地のイベントに登場している。マナーティが登場するポスターなどでは、マナーに反する行為をするキャラクターとして、サメに似た生き物、イカンザメが登場することが多い。退職は薄い赤色。ウェブ上にある、 クイズゲームなどのセリフでは語尾にシャシャシャとつくことがある。ハートフルハイウェイレポートネクスコ東日本マナー啓発サイトハートフルハイウェイ特設サイトを解説しました。東日本高速道路2012年2月14日閲覧田中新一郎ネクスコ東日本高速道路のマナーについての調査結果カーウォッチ2012年2月14日閲覧 マナーティープロフィール。東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。栃木県北関東動画もなく全線開通ゆるキャラ祭り。開催。国土交通省。2012年2月14日閲覧。AB。ハートフルハイウェイクイズゲーム。東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。ハートフルハイウェイライブラリー。 東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。札幌市のデザイン会社アナビスが制作している。着ぐるみ制作実績マナーティーアナビス。2012年2月14日閲覧。東日本エリア各地のイベントでマナーアップ活動を実施。マナーティーも大活躍。東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。 万虫博士の雪動キャンペーンにマナーティモ参加。東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。いかんざめプロフィール。東日本高速道路。2012年2月14日閲覧。ありがとうございます。